大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あっという間の1週間。はい、はい、そうですね。ね、皆さんどうでしたか1週間ね。本当にもう6月、はい、早いですね。早いですね。折り返しの月ですね。もうね、はい、あっという間に6月、でも6月って雨も多いですけれども、はい、梅雨入りのね時期っていうのもまちまちで、そうです ね、うん、ね、なんかさっきも話してたんですけど、早い年だったらもう5月の6日ぐらいから梅雨入りしちゃった年もあったり、はい、遅いと6月22日からとかね、はい、梅雨入りしちゃったりとか。なんかすごく梅雨が短い年もありましたね。そういえばありましたよね、はい、あと梅雨なのに雨が降らないとか、はい、でも今年は雨多いですね。今年も5月とか4月とかも雨が結構降りましたね。5月も結構岐阜も強く降ったりとかありましたもんね、はい、本当にね、これから気象もどんどん異常になってきて、はい、ただ台風が去年はいっぱい発生したんですけど、はい、今年はまだ台風も発生してないっていう、ちょっと不気味ですね。なんか怖いですよね。地震はどんどん起こってるんですけれども。そうなんですね、だからあと強風の日は増えたなってすごく思います。風強い日多いです、うん、そういえばそうですよね、はい、まあ本にも書いたと思うんですけれども、はい、私はその強風の夢っていうのをよく見るんですけれども、すごくこう空がどんよりと暗く曇ってて、はい、ですごくこう風が強い日が増えてくるっていう、うん、普通の風じゃないんですよ。それがもうピューっていう感じで、はい、5月なんかでもすごく吹いたりしてましたよね。そうなんですよね。ゴールデンウィークの頃ですかね、雪が降ってる、はい、どっかで北海道雪が降ったりとか、でその雪も普通の降り方じゃなくてすごい強風と雪とか嵐とか木枯らしみたいな、はい、なっちゃったりとか、冗談で前はね、外出の時ヘルメットかぶりましょうって言ってたんですけど、はい、もうそれが本当にね、かぶってかないと危ないぐらい、よく木が倒れてきたとか、看板がぶつかってきたとか、はい、で怪我されたりっていう方も出てますので、なんかねすごい気象にはなってきちゃったんですけれども、はい、そうですね、それでも私たちはたくましく生きていかなきゃいけない、はい、ということも ね、 そうですね、ありますのでね、またみんなでね、こういう時期も笑顔で乗り越えていきましょうね、はい、はい、今日は生で質問できますよのコーナーなんですよね。そうなんです、久しぶりに、久しぶりの、はい、はい、今日は愛知県のなっちゃんさんです。はい、はい、ではなっちゃんさん行きますよ。はい、では生で質問できますよのコーナー、久しぶりに行きたいと思います。今日は愛知県のなっちゃんです。では行きますね。なっちゃん、もしもし。もしもし、大森和代です。なっちゃんですか。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は生で質問のご協力ありがとうございます。はい、では早速ご質問の方よろしいですか。はい、ありがとうございます。ですね、実は個人的な質問で大変申し訳ないんですけれども、はい、息子との関係なんですけれども、実は離婚をしまして、はい、はい、でその時にちょうど思春期だったこともあるんですけれども、ちょっともう関係がどうして僕がこんな思いしなくちゃいけないのかというところから多分始まって、でそれで再婚をしたもんですから、再婚はしたんですが、僕はもうお父さんの方の姓を名乗るということで、姓は一緒にならずにそのままずっと来てるんですね。で大学も外に出たので、仕送りとかはしてやってたんですけれども、大学時代はこう帰ってくると食事をしたりとか、ちょっとお話をすることもできたんですが、こちらに帰ってきて就職してからですね、全くもう連絡がちょっともう取れないような状態ですね、連絡しても返事はもらえないような状態なんですが、先生の渡らせのメンバーに息子の名前で入れていただいてますので、お祈りもいただいてますし、私は日々祈ってやることしかできないので、させてはいただいてるんですが、今回のような大きな地震があったりすると、もうそのまま連絡も取れないようになってしまって、もうちょっと悲しいですし、
まあ、今後、まあ、どのようになっていくのか、どういうふうに何かできることがあるんだったらさせていただきたいですし、はい、教えていただけたらと思いまして、はいはい、あの息子さんはまだ独身ですよね。はい、そうです、はいはい。で、あの、おいくつ、息子さんが何歳の時にご離婚されたんですか？13歳ですね。一番なんかね、思春期の時ですよね。はい、そうですね、はい、はい。あの、まあ、息子さんの場合はその何か霊が邪魔してるとかそういうことではないんですね。はい、はい、あの霊障があってとかそういうことではなくて、はい、あの、はい、本当になっちゃんと同じ質問、同じような悩みですね、お抱えの方が結構多いんですけれども、はい、あ、そうですか。はい、そうなんですよ、あの、はい、やはりあの女のお子さんより男のお子さんの方が母親の再婚に対してショックが大きいみたいですね、はいはい、ですから彼は口には出さなかったと思いますし、あの、はい、ご離婚されて何年でまた再婚なさったんですかね。そうですね、意外と早かったんですよね、はい、2、3年とかですかね、うん、はい、そうですね、はい、じゃあその相手の方も一緒に息子さんと住んでたこともあるということですよね。あ、はい、ありますし、はい、あの、まあ、新しい主人との関係は良くてですね、未だに、あの、食事をしたりとか話をしたりとか、相談に乗ってもらったりということはあるんですけど、全く私に対してが全くないですね、はい、はい、あの、ただまあ息子さんの中ではあの、はい、やはりお母さんがその、はい、再婚されたことで変わってしまったという思いも、はい、まあ、無意識かもしれませんけれども、はい、あのお母さんがお母さんで亡くなってしまったようなそういう感覚もあると、まあ、これ神様がおっしゃっておられますので、はいはい、あのお母さんは昔と何も変わらないんだよっていうことをもっと、はい、あの、はい、今からあの、はい、息子さんに対してあの、はい、そういうことをもう少しあの、まあ、そういうことを言葉で言うのではなくて、はい、息子さんが生まれた頃の話だったり小さかった頃の話だったり、いかに可愛かったかとか、はい、いかにあなたがお母さんにとって大切な存在なのかとか、そういう話を、はい、あの、まあ、する機会があればですけれども、はい、それかそういうことを、はい、まあ、メールにあの書いてみるとかですね、はい、LINE とかですね、はい、そういう努力は続けていくことをした方がいいとはおっしゃっておられますし、はい、あとやっぱりあの結構遠くにいらっしゃるんですか？車で何時間？車で、そうですね、20分ぐらいのところです。そんな近くですか？はい、だったらあの、はい、少しおかずを作って持って行ってあげるとかはされてますか？今、あ、そういうこともないですね、はい、もうなんかあの連絡を全くもう受け付けないような状態で、一度なんかメールとかもしたことはあったんですけど、もうあの迷惑だからしてくるなっていうことを言われちゃったので、それからちょっともう控えてしまってるような状態ですね、息子さんとしてはやはりそのご離婚っていうのは結構ショックだったし、自分だけこんな思いさせられて、はい、お母さんだけはまた再婚して幸せになってとか、はい、そういう思いが、はい、僕そこにはあるかもしれませんので、はい、あの、やはりその心を、あの、はい、これはあの徐々に徐々にですけど解きほぐしていってあげないと、はい、あの、はい、将来ご結婚されたりするとますますあの、はい、お嫁さんの意思に従われて孫にも会えないという状態になっていきますので、はいはいはい、あの今の間に独身の間にあの少しずつでもお母様が、はい、あの息子の大体の帰宅時間に合わせて、はい、本当に大変ですけど外でちょっと待ってるとかで、はい、おかずだけ渡して上には上がらずこれどうしてもね、はい、食べてもらいたいかったんでって言ってあの、はい、ずっと待ってたのよとかそういうことはあの恩着せがましいので言わずにですね、はい、あの、はい、これね食べてねぐらいでさーっと帰ってくるとかですね、はい、あの、はい、元気なの、はい、大丈夫なの、仕事どうなのとそういう質問はせずにですね、はいはいはい、お母さんがいかにあなたのことを思ってるかということだけ、それのみを少し、はい、あの今後言動行動に表していく努力をすることで解きほぐされてくると、はい、あの彼も心の中では分かってるです、分かってますよと
おっしゃっておられますのでね、あ、そうですか、とてもいい子なので、はい、ということで、あの、いろいろこれから分かってきますのでね、はい、ちょっと辛いですけれどもね、まあでも、はい、あの、一緒にね歩める相手の方もお見えですので、お幸せですから、はい、頑張ってください。はい、わ、はい、かりました、はい、頑張ってみます。はい、頑張ってくださいね、また良いご報告をお待ちしてます。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。はい、失礼いたします。先生も体を大事になさってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとう、はい、ではまたね。はい、失礼します。はい、はい、先生、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。生質問久しぶりでしたね。本当ですね、はい、なかなかご質問が、あの、寄せられないので、よかったらまた皆さん、はい、あの、直接お話できますので ね、 そうですね、あの、出てもいいよって方いらっしゃったら、はい、あの、あ、でも寄せられてもちょっとボツになっちゃってるのもとかもありますのでね、はい、あの、まあ、皆さんにも何かお勉強になるなっていうのは取り上げられますので、個人的な内容でも、はい、そうですね、ぜひまたよかったら渡良瀬の方までご質問をね、はい、お寄せください。今日みたいな、ね、悩みの方結構いらっしゃいますよ ね、 多いんですよね、あの、はい、子供さんとのコミュニケーション、そうですね、やっぱり小さい時は結構こう、ね、はい、あの、コミュニケーション取ってたのに、思春期ぐらいからなかなか何を考えてるんだかわからないと言って、ね、あの、面談に、ね、来られる方も、はい、息子さんこうでこうでこう思ってますよって言って、そうなんですかって言われるので、はい、なんかよっぽどコミュニケーション取られてないんだなって、自分の子供がどんな気持ちなのかが、はい、やっぱりわからないっていうのも辛いことですもんね。はい、そうですね。女の子の方が割とこう母親とは同性なので、はい、話しやすかったりっていう場合もありますけれども、ね、そうかもしれないですね。やはり今の再婚のごカップルも多いですから、はい、再婚されるとなんかこう、お母さんは名字が変わっちゃって、うんうん、よその人になっちゃったような、はい、自分の母じゃなくなるようなっていう、そういう気持ちもね、そうですね、あの、持っちゃったりするので、はい、なかなか人間関係、人間関係というか家族なんですけど、はい、やっぱり親しい中であってもそういう意思の疎通がなかなかうまくいかないという方多いですのでね、うん、はい、頑張って、そうですね、あの、なっちゃんさんも努力してほしいなと思います。はい、はい、私、なっちゃんなっちゃんとか言っちゃっててなっちゃんさんとか言ってなかったのであの、昔娘の同級生でなっちゃんという子がいたのでなっちゃんなっちゃんってよく言ってたので、はい、はい、頑張ってくださいね。そうですね、はい、で、6月はゆみちゃん、あれですよね、はい、また大阪で先生スペシャルセミナーございますね。はい、6月12日日曜日ですね。はい、また、あの、今回スペシャルはまたもう一度、はい、その後の横山やすしさんということで、そうなんですね、はい、やすしさんにね、登場していただいて、はい、またその後のことをお伺いしたいなと思います。前出られた方は何か変化があるかもしれないですよね。そうですね、あの、声会やスペシャルですごく、信長さんもそうだったんですけれども、そこで、まあ、皆さんにいろいろ話をするというのはすごい、これは神様のご用をされたということになりますので、はいはい、まあ、苦し、その後苦しいっていうことはないと思います。そうなんですね、どんどん楽になっていっていただけると思いますのでね、はい、じゃあ楽しみですね。どんなところにね、今おられるかとか、はい、まあ、でも安井さん地獄3つ重なってましたからね。そうでしたねなかなか全部解かれてるかどうかはわからないんですけれどもね、はい、はい、またお会いできるのを楽しみにしてま す、 そうです、ね、はい、あと7月も結構ね、講演会が続きますよね。はい、7月末17日、はい、岡山講演会ですね。17日、ね、1年ぶりの、はい、17日が日曜日、はい、岡山講演会、はい、それからその次の週が今度は名古屋で講演会ございますね、はい、名古屋で24日、はい、24日ですね、はい、今回名古屋の講演会は、あの、ナディアパークさんの方ですよね。はい、あの、名古屋駅ではなくて栄の方で行われますので、うん、そうですね、はい、会場間違いのないようにということですね。本当ですね、はい、また皆さんに講演会などでつながることを楽しみにしてます。はい、あと8月の、はい、私の方の渡良瀬のイベントで4日でした。8月5日です、ね、5日でした、間違えちゃった、はい、金曜日ですね。8月5日の金曜日は、はい、あの、育児の方の、はい、はい、あの、イベントとして渡良瀬クラブの皆さんに無料の、はい、まあ、
育児相談会みたいな、そんなのを ね、させていただきます。いろんな方のご質問とか聞いて、はい、みんなで共に学べたらなと思っています、はい、岐阜市の図書館の方でこれはさせていただきますので、はい、ただ入場は予約が必要ですので ね、 そうですね、また渡良瀬クラブの方からメールマガジンでお知らせ入れていただきますので、はい、はい、よかったら多くの親子さんでご参加いただけたらなと思います、はい、そうですね、はい、はい、お待ちしてます。ではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye.